ンポン。1年間でのチャンネル登録者はこれくらいで、インプレッション数がこんくらい、CTR が 5% 前後、視聴回数と実際のチャンネル登録者、非登録者比率からして、CVR がこんくらい、怖い怖い、なんやねん。YouTube を攻略するためには、既存ユーザー向けのコンテンツを作成しつつ、ハブコンテンツとヒーローコンテンツを並列で投下して、新規開拓とバズを狙いつつ、多い、ベンチマークから人気の動画は、青いベンチだから、ベンチを青く塗る動画を投稿すれば、目標値にコミットできる可能性があって、おいおい、つまりパルスのファルシのルシがコクーンでパーシってわけだから、お前何言ってんの？なんやねん。おい、ゆかりちゃん、ゆかりちゃん無事か？無事です。本当に？どこかおかしいですか？なんやろう。シンプルに顔が変。実は、いろんなことを考えて、脳の容量の限界を超えるとこんな感じにアホになってしまうんです。いつもやろアホは。ね、何を考え込んでいたんや？これからの動画の方向性について考えていました。はい？みんなの毎日にちょっとした笑いを、そんな理念をもとにやってきましたが、果たして、今、私は、みんなの糧になれているのでしょうか？もっと、視聴者の力になりたい。そう考えるほどに、今、私の胸は締め付けられるのです。めちゃめちゃいいこと言ってるけど、その絵面の整備入ってこない。単純に投稿頻度を上げるべきか、いや、別チャンネルでの新規開拓を目指し、認知向上施策を打つべきか。しかしながら、ゲーム実況、ショートコントという大枠のテーマを作ってしまっている以上、そのテーマから外れる方向性は避けるべき。大枠のテーマを踏まえた上で訴求を変え、いくつか動画を制作、反応率を集計した上で、方向性を確定させるのがベターかもしれない。あかりちゃんはどう思いますか？めちゃめちゃ賢いやんけ。なんなんお前、ずっとその状態の方がええんやないか？うちもこっちの方が安心感あってやりやすいわ。唐突に爆発！唐突に爆発すんじゃねえ。あ、どうも天才です。アホに戻ったか。ちなみに、どうすればもっとチャンネル登録者が増えると思います？あれですね。まず服を脱ぎましょう。初動からおかしい。ピンポン。さあ、ちびまる子ちゃん、始まるよ。始まらん、始まらん。いきなり別の番組始めんのやめろや、びっくりするから。なんと、ちびまる子ちゃんで、衝撃の作画を見つけてしまったのです。はい、なんや、絵が上手かったとかそういうことか？なんというか、ペライ感じです。ペライ、何わけわからんこと言うとんねん。そんな意味不明な絵を描くわけ。ペラペラだね。ほんまにペラペラに見えるやん。あ、わかった。何がや。多分これヒロシのプリント付き枕が。どこに需要あんねん、それは。ちびまる子ちゃんといえば、あれも有名ですよね。あれ？ちびまる子ちゃんのソシャゲ。え、そんなもんあるんか？知らないんですか？ちびまる子ちゃんドリームステージ。そんなん知らんわ。はぁ、仕方ないですね。うわ、めっちゃ腹立つ。ちびまる子ちゃんドリームステージは、ちびまる子ちゃんを題材にしたパズルゲームです。ゲーム画面はこんな感じ。やべえ、反応に困る。2017年時点では、長沢くんの火力が高いと話題に。長沢くんの火力が高いっていう字面が無理。ちなみに、長沢くんが当たった人はこういう扱いを受けます。いきなり長沢くん来たんやが当たりか。自慢ならよそでやってくれ。自慢消えろ。お、もう、ちな、爆利用プレイはインチキおじさんの烙印を押されます。そりゃおもろいやん。えへへ。お前は誰なんだよ。ちびまる子取り捨ては、非属性を使うと長沢くんの家が燃える。レアアイテムで長沢の帽子。トマトを囲んで棒で殴るゲーム。みたいな本当かどうかよくわからない情報が飛び交ってて、本当に楽しいゲームです。わーい。ぜひその目で確かめるがよい。ははだからお前は誰なんだよ。ピンポン。こんちは。あ、魔王だ。出会い頭になんやお前しばくぞ。囚われの勇者やりたい。だからうちが魔王やれってか？イエス。いつも通り接してくれればバッチリ魔王なので、ぜひお願いします。お前ほんま失礼やな。じゃあ、勇者のお母さんをおとりにまんまとおびき寄せて捕まえた勇者をさらに絶望させるために、人間を魔物にする薬をちらつかせて遊ぶクズ魔王って設定でお願いしてもよろしいでしょうか？設定詰まりすぎ。まあええか。まずは勇者のセリフからいきますね。はいはい。じゃあ行きます。く、このクズが。ガハハ。魔王だぞ。ボケか。この変態のツキマの脳から豚野郎。人の形をした立ち首ちぐそ。ちょっと待てこらー。はい。言いすぎ。魔王も傷つくやろやめろや。もうちょい優しく接することはできんのか。聖書します。よし。じゃあ行きます。ガハハ。魔王だぞ。く、魔王め、お前の慈悲など受けん。さっさと殺せ。しゃ、しよう。あかりちゃん、はい。勇者やっちゃダメですよ。あ、すまんすまん。つい演技に熱が入っても歌。その割には殺意溢れてましたけど、では気を取り直していきます。あいよ。ガハハ。魔王だぞ。魔王め、私のお母さんをどこへやった？ふふふ、貴様の母親か？私のお母さんをどこへやったと聞いてるんだ。もちろん生かしているさ。お母さんはどこだ？嫌だから。お母さんは一体どこだ？いや、お母さん、どこ？うるせー。はい。話を聞けやな。まずは魔王の話聞こう。話進まないから。はい、託。じゃあ行きます。お母さんをどこへやった？ガハハ、貴様の母親か？ちゃんと生かしてるさ。だが、これを見ろ。なんだそれは。これは、人間を魔物に変えてしまう、恐ろしい薬だ。なんだと？つまりどういうことだ？ふふふ、貴様の母親は生きているさ。しかし、私はこの人間を魔物に変えてしまう薬。それがなんだってんだ。お母さん！嫌だからこの薬をね。その薬がどうだって言うんだ？お母さんは無事なのか？いや、つまりどういうことだ？説明しろ。お母さん！そっちのボケー。話が進まねえだろうな。